伊豆国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ、東海道に属する伊豆国。現図では西が上になっているが90度左回転させて北を上にして表示している伊豆国の記載は危機や六国史には見られない。国像本理によれば神宮皇后の時に服部氏士族の伊豆国像を定めたが高徳天皇の時に駿河国に合わせ、 天武天皇の時に再び元のように分けたという。また、不争略記によれば、天武天皇9年7月駿河国から2軍を分割して、伊豆国としたという。また、藤原旧石出土の木管に伊豆国中軍とあることから、遅くとも、和道3年までの間に、長軍が成立していることになる。しかし、伊豆国が成立後に、一旦駿河国に併合されたという。 国造本義の記述には積極的な裏付けがないとする意見がある。伊豆は前方公園墳や前方公方墳がそれほどなく独立勢力があったと考えにくいということから、天武天皇9年まで伊豆は駿河国の支配下にあったと考える説がある。ただし、旗国造、土砂国造、島津国造、首引国造、諏訪国造のように国の宮津が設置されれば必ず、 大型の古墳が多数築造されたわけではない。一方、鴨群について、氏族構成などの独自性を認め、大化改新以前に、伊豆国像の支配する伊豆国が存在していたとする論考もある。律令法においては、温度の対象地となった。これは、伊豆諸島が、沖、佐渡と並んで辺境の島であると考えられ、伊豆半島はその入り口とされたことが、 背景にあると言われている。戦国時代には堀越久保の足利茶茶丸を攻め滅ぼし、伊勢政治が伊豆の国主となる。江戸時代に君沢軍が分けられ、四軍となった。中世、金の三室では東北地方と並んでいた。なお、伊豆諸島については、律令制においては、鴨軍に属していたが、江戸時代に入ると、江戸幕府の直轄とされた。 国史が政務を取る国庁が置かれた国府は、田形郡にあり、現在の三島市の三島大社の近くにあったとされるが、国府跡はまだ発掘されていない。任時3年以後に成立した、東韓機構には、伊豆の国部に至り塗れば、三島の社の、とある演技式内社奏者、一宮江かその他、三島市。 北田町の柳原神社を三宮とする説、三島市大社町の日住神社を五宮とする説がある。国府に重なるか近隣にあったと推定されるが未詳。伊豆守官総位相当、十六位下定員、一名日付は、旧暦の者在任期間中、内は、司書で在任が確認できる最後の歳月日を指す。伊豆助鎌倉幕府室町幕府戦国大名、豊臣政権の大名、 ありがとうございます。